背番号22番、淡谷信也です。ポジションはディフェンスで、前所属チームはアイメルを守りました。出身地は神奈川県です。ベロスクロノスのというチームは、すごいいい雰囲気で、みんな仲良く、トレーニングもみんな全力で、毎日日々頑張ってます。楽しくやってます。このチームで僕のやるか役割は、ディフェンスなので、やっぱ失点しないことと、やっぱ結構年も重ねてベテランの方なんで、やっぱ少しでも若い選手とかに何か伝えられていければなと思います。ピッチ外では、そうですね、まあ少しでもいい雰囲気にできるようなことをできればなと思います。自分のプレースタイルは、ディフェンスで球際とかヘディング、対人の強さを生かしたプレーが得意です。まあ、とにかく相手に負けたくない試合に勝つっていうのを常に練習から意識してやってます。今年こそは絶対に JFL 昇格目指して今日々練習頑張ってるので、ぜひスタジアムの方に足を運んで直接僕たちの熱い試合を見に来てください。必ず勝てるところを見せれるように僕たちも頑張ります。よろしくお願いします。背番号16番、ディフェンダーの池谷亮也です。栃木 SC から来ました。出身地は岐阜県です。チームに、加入して、まあ、まだ3週間ぐらいなんですけど、まあみんな仲が良くて、先輩の方々も優しくて、楽しい雰囲気で、トレーニングできてます。まあこのチームで、まあ自分は、ピッチ内では、ディフェンダーとして、守備に貢献するところと、まあ、攻撃の起点になるようなところが求められていると思うので、そこを意識してやりたいと思います。ピッチ外では、まあ、こういう先輩方から、いろいろ、まあ、いじってもらえたりしてるんで、それでも応えて、チームのいい雰囲気に貢献できるように、したいと思います。まあ、自分は、足元のパスだったり、そういうところの強みを、活かして、いきたい、で貢献したいと思ってます。まあ、これから、リーグ戦、天皇杯、いろいろ公式戦始まるんですけど、皆さんに応援してもらえるような、結果を出して、最後にみんなで喜べ、会えたらいいなと思います。応援よろしくお願いします。背番号1番、ゴールキーパー、伊藤光です。東京ユナイテッド FC から来ました。埼玉県出身です。チームの印象は、まあ、みんな真面目に練習に取り組んでいて、まあ、とてもいいチームだと思いました。まあ、ベテランと若手が結構分かれてて、で、中堅っていうのがやっぱりあんまりいないんで、でそれ、自分が中堅になるんで、まあ、その若手とベテランの間に入れれば、うまく入れればいいかなって思ってます。まあ、こういう、このでかい図体を生かして、まあ、堂々とプレイするので、まあ、ぜひ、まあ、このご時世どうなるかわかりませんが、もし、その会場に来られる際は、一緒に戦いましょう。よろしくお願いします。背番号4番の、ポジションミッドフィルダー梶山幹太です。SC 相模原から、加入しました。出身は、新潟県です。まあ、チーム雰囲気は明るくて、で、まあ、なんだろう、若い選手と、まあ、その、まあ、ベテランの選手と、まあ、たくさんいる中で、まあ、そこが、こう、なんだろう、分かれることなく、一緒になってやれてるっていうところが、まあ、このチームの魅力なのかなと思います。ピッチ、まあ、内外、まあ、自分は、こう、なんだろう、上のカテゴリーを
見てきて立場なんで、まあ、そういったところをこうこのチームにもたくさん還元していくことが、まあ、求められていると思うし、まあ、それはあのピッチの中だけじゃなくて外もでも、まあ、そういう自分の言動だったり行動が求められていると思います。まあ、自分はそうですね、まあ、攻撃が得意なので、まあドリブルからのシュートだったり、まあ、たくさんボールにさあの触って生きる選手だと思うんで、まあ、見てる人たちがこう驚くようなプレーを出すことがあの自分の、まあ、プレースタイルです。まあ、このチームがやっぱりもっとこうなんだろう、見てもらうためにやっぱりチームの結果が大事だと思うんで、まあ、JFL に昇格してやっぱりこう一人でも多く注目してもらえたらいいと思うんで、そのためにまあ自分選手としてやっぱりピッチの中でまあ 100% で取り組んで結果を出していきたいと思います。